こんにちは方程式チューバーですこの動画では様々な全化式問題を16回に分けて配信しています今回は第9回第9回の問題は a の n プラス1イコール p 倍の a の n プラスの9分の r 倍の a の n プラスの s という形の全化式ですこの全化式は特性方程式に直した時に解が10回の時と2つの解が出てくる場合2つに分かれます まず今回、えー、第9回の始めの方は特性方程式の解が10回の場合どのように回答するのかそちらを解説いたしますなお使用しているテキストは説明文に URL を貼ってあります PDF ですので印刷されてご活用ください今回の問題は A の1イコール4 A の N プラス1イコール A の N マイナス2分の4倍の a の N マイナスの9というのが今回の問題です 第今回の分子は R 倍の A の N プラスの S 型ですつまり第8回にはどのようなやり方を取ったのかというとこの A の N が0じゃないことを確認してから全化式の両辺の逆数を取ったんですよ逆数を取って B の N を A の N 分の1と置いて計算を進めていくような形を取ったしかし今回この第8回と違う分子の部分が R 倍の a の n+s ってついた場合には特性方程式を使って計算を進めていくというのが大きな違いになっていますではどうやって解いていけばいいのかそれは a の n+1 と a の n を x と置いてねこれとこれとこれねこの3箇所ねこれを x と置いて特殊解を求めていこうということなんですよ。こんな形で x と置いてあげてね特性方程式を作ってあげてそしてこの x 解を求めてあげます。 両辺にね、x-2 をかけてあげると、x かっこ x-2 イコール 4x-9 になりますよね。これって計算を進めてあげると、x2 乗 -2x これを移行してあげて、-4x-9 移行してあげて、プラスの9イコール0となりますよね。動かしますよ。すると、こちらの式っていうのは、 x 二乗マイナス六 x プラスの九イコールゼロになりますから。十階ですね。x マイナス三の二乗イコールゼロで。x が三と出てきます。そして最初に与えられているこの式のね両辺から三を引いてあげるわけよ。よろしいでしょうか。いきますよ。降下しますよ。えー、どういうことかというと、こういうことですよ。a の n プラス一マイナスの三ね。イコール、はい、こっち。えー、a の a のマイナス二分の。四倍の a の a のマイナス九。引く三ですよ。 両方から同じ3を引いてるから等式に何の変化もないでしょ。でこの右側の方のこちらの計算を進めてあげましょう。要は通分してあげるわけよつまりこのス3というのは分母に a の n−2 を持ち込んでくればこんな形になるわけでしょ。計算してあげると a の n プラス1ス3というのはずっといって。 a a の、n、2分のの分 -3 が出てくるわけで、なんでこんなことをしたかっていうと、第8回の時に、このね、分数型の全化式だった。これって逆数取ってやったじゃない。今回も逆数取ってやるわけですよ。その時にね、大事なのは逆数取るっていうことは、この a の n プラス1マイナス3とこちらの分子ね、AN、a の n マイナス3が分母に来るでしょ。これ分母に来た時にさ、分母が0になったらまずいよね。だから、入り法を使ってさ、 a の n が三じゃないよねってことを確認してあげなければいけないわけなんですよ。じゃあどういう確認方法を取ればいいかというと、この左辺のところね、a の n プラス一が三になったらゼロになるじゃない？ということはこれイコールだから、これがゼロになるためには a の n が三になるしかないじゃん。つまり a の n プラス一が三とすればね、a の n は三になるわけでしょ？この発想は何を言ってるかっていうと、a の n プラス一と a の n が三で等しいよね。ということは a の n と a の n マイナス一も等しいよね。 これ順繰りってくると a の2も a の1も3になるってことでしょ全部3になるということだしかしこの問題矛盾が出て今ね矛盾が出たそれはどうしてかっていうと出題のさ a の1ってさ4だったわけよ最初の設定でということで a の n は3じゃないよねってことが分かりましたではこれを1と置いてこちらの逆数を取ってしまおう動かすよよろしいでしょうか こんなな感じになるよねこちらの逆数を取ればねそしてこちらの方を式変形していこうよどうやって式変形するかっていうと分子をつまり a の n の2を分母 a の n ス3で割っちゃうとどうなるかっていうと1がたってこう a の n になって余りが1になるじゃないつまりこの式この状態からこの式は何になるかというと実は小が1だから 1+a の n ス3分の余りが1なんで1っていう形を作ることができますよね ここで a の n ス三分の1っていうのをさ b の n と置いてしまえば当然こちらの左辺の a の n プラス1マイナス三分の1っていうのはこの話から b の n プラス1になりますよねつまり b の n プラス1イコール1プラス b の n これって b の n に第 n 項に1を加えてあげて次,次の項が出てきてるわけだから等差数列になりますよねつまりこれは交差です交差が1の等差数列です つまり、初項どうなるかというと、初項はこちらの b の n のところに1を入れればいいから、b の1イコール、a の1マイナス3分の1で、a の1は4でしたよね4。4マイナス3分の1で、1分の1だから1になります。つまり、b の n というのは、初項1プラス n、n マイナス1かける d。d は1。ということで、b の n は n となります。ここで、b の n を元の姿ね、 a の n マイナス3分の1に戻してあげよう。うすると a の n マイナス3分の1イコール n になるわけだから、結果的に答えは計算をしてあげれば a の n イコール n 分の1プラスの3等になります。いかがだったでしょうか。今回は分数の簡化式で、要は分子が R 倍の A の N ではなく、R 倍の A の N プラスの S ってなっている場合の全化式。特性方程式にしてしまって、特殊な解を求めて、計算を進めていくっていうやり方です、えー。ぜひマスターされてみてください。なお、第9回は2つあります。えー、もう1つは、特性方程式を当然使うんですけど、10回ではなくて、2つの解が出てきた場合を次に解説いたします。えー、もちろん別な動画ですので、えー、そちらの方で、えー ご視聴いただければ幸いです。お疲れ様でした。